特徴キノコのソテーの説明が、うひ、キノコ焼いた、ははは、わは、あはは、わはは、絶対に食べちゃいかんやつやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、はい、出発しよう。はい、今回は、はい、皆さん何どうかなってはい、さっちゃん、プーさん、くるみん、今回くるみんが出るのね。さあ行きますか。これもうあと次の次ぐらいでいけるんかな。まずはちょっとクイズマンで。ちょっと待った、いつまでも遊び心を忘れない、ご存知ミスタークイズマン。過去の出会いを覚えているかな。今日のクイズは私は誰、やります。それではレッツクイズ。私は誰、全部で3問。さあ行ってみよう。1問目、ギスギス夫婦はどの人。ギスギス夫婦どれだ、わかんねえ。これか、あ、そっちか。あ、そういえばどこかでって言ったね。あれは合ってるってこと、あっちの証言は。今回は残念だったな。ではさらばだ。ああ、なかなか不正解にならない私が。はい、それじゃあ進んでいくか。まあ、正解でもね、あれよね、HP バナナとかね。そういうやつだから。まあ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 、多少大丈夫でしょう。いっぱいあるし。いけー。くるみんが今ちょっとよくわからない格好になっていて。でもあれなんかさ、武器トゲトゲしとるけどさ、パッと見めっちゃポンポンに見える。チアとかで使うさ。いいねいいね、なんかすごい可愛い感じがするよ。準備が長いよ、その間に攻撃されるよ。よかった、まあね、一発で仕留めてくれたからいいけど、なんかこの辺弱くない？なんだ、こっちのチームが強いのか分からんけどさ、なんかアイナがおる方よりも弱くない、モンスター。アンコール。今さ、さっちゃんが着てるこのアイドルの服、あの色味がめっちゃ好きなんやけど、わかる、めちゃくちゃ好きなんやけど、あの色すごい可愛い、ごめん、夢可愛い系って感じ。カリカリ、いけ、仕留めろ。いいね、多分これの次ぐらいで向こうのグループと合流できるはずだから。お、さっちゃんレベルアップ、グレムリンのおやつゲット。グレムリンのおやつも同じような色味かな、パステルチックな感じ。ちょっと待って、どうしたの急にえ、なになになに、お待たせ、バナナが食べたかったのバナナが食べたかったっていうか、回復がしたかったんやろうけど。え、これは宝物庫に行くでしょう。あ、ってことは次っていうか、またここに来んといかんってことか。なるほどね。宝箱の中身さ、開ける時の匂いでわかるよね。わかる、特に HP バナナの時甘い香りするよね。甘いね。お金の時は金属臭い、臭いね。次のお宝何かな、何かなマジか、そういうのわかるんや。飴はどうなんやろ、匂いするんかな。こっちにもその匂いが伝わってきてほしいでも金属の匂いはちょっとあんまりせんでもいいけど。金属の匂いってどんな感じ、鼻血みたいな感じ。鼻血もなんか鉄の匂いするやんあんまり出んかったらわからんかな、私鼻血しょっちゅう出るけどさ。え、ってか、あれやん。また今年も夏が来たら多分私にとっては鼻血の季節が。つらーい。す
辛いよ。どんどん体から血がなくなっていく。頑張れ、あと1匹よ。早く早くしかも一発じゃないんかい。ふっって顔じゃないけどね。めっちゃデレデレしてるけどえ、弱っ。え、どうしたん。メデューサめっちゃ弱かったよ今。1やってあー、なんでなの。クレミンにいいところを見せたいってなっとったのにさ、なんなの。好きなの嫌いなのどっちなんだ勝てたか。もうちょっとレベルが上がる。あれ、宝物庫って言うけどさ、別に宝物とかなかったことない。あれか、今のところにあるわけじゃなくて次が宝箱になるってことかな、もしかして。はい、それじゃあ料理お任せで。あ、全員やったね全員ご機嫌や。特徴キノコのソテーの説明が、うひ、キノコ焼いた、ははは、わは、あははは、絶対に食べちゃいかんやつやんソテーしちゃダメなやつやん。はい、タイガーアーマーをください。これプーさんってことよね。タイガーアーマーがいい。お願い、トラ柄になるってこと絶対可愛いんや。あ、止まってー、ギリギリで止まらないっていう。つら、上サソリの黒焼きゲット。私はどちらかといえばヒョウ柄がいいんやけど、虎柄でも全然いいと思うよ。はい、そしてお小遣い、ヒイラギの葉っぱ、ちょっと待ってね、英雄のマイク、王家の翼、タイガーアーマー。まあなるほどなるほど、うるせえやつらみたいな感じや、てんちゃん的なはい、とりあえず王家の翼を。あれやね、ミラさん結構こうあんまり強化できてなかったんかな今まで。良さげなアイテムがいっぱい出てくる。これちょっと顔可愛くないはい、それじゃあ出発しましょう。さあ今回は誰が行くかな。はい、フィッコーちゃん前回休んだけんね、今回は行く。そしてさっちゃん、ミラさん、クルミン、よし行こう。なるほどね、やっぱりここで宝箱への道が伸びたと。ってことはこれのさらに次が、あ違う、これのさらに次はまたもう一回こう入らんといかんのか。入って出口の方を選ばんといかんのよね。ここ宝物庫って書いとったけん、多分もっといっぱいいっぱい宝箱があるはず。ベッドが恋しい。確かに。寝たいね、ベッドで。じーん、何かついてる？てん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 。さっちゃんってかっこいいよね。かっこいい？え、そうかな？どちらかといえばかわいいやと思うけどね。かっこいいのか？わからねえ。急がば急げ。もしかして1個しか宝箱ないとか、そんなことは。お、でかいのあった、やった。誰の何？ナイトの槍が入っていた。お、ミラさん？これミラさんまた、今回で2つ。武器も防具も強化されたよ。やったね、超ラッキーやん。ということで、次は出口の方を選んで、向こうに伸びていこうか。はい、それじゃあ料理でお任せー。おー、フィッコーちゃんがフィッコーちゃんがお亡くなりに。はい、そしてゲームコーナーでルーレット、ボス猫手袋が欲しいです。もう最近このルーレットがね、あんまりこう割合がよろしくないから。あー、すぎろすぎろすぎろ、さあすぎなーい。あとちょっとやったのに、ペア力貢献 A クラスゲット。さあってことで、これははい、プーさんとクレミン、それじゃあバカンセレッツゴー。
用者同士、語りたいこともきっとたくさんあるでしょう。遊び寄るだけかもしれんけどまあね、旅行やしね。2人は旅行を楽しんだ。楽しかったね。ねえ。お、これでスキルレベルもアップ。お、次もなんかめっちゃ溜まった。あっという間に。ちょっと気になる。2人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。はい、それじゃあお小遣いはこれさすがに足りんやつよね。うん、ですねはい、それじゃあ今回は誰でいきますか。お、はい、フィッコーちゃん立て続けにやる気ありと。そしてクルミン、あとは、はい、ミラさん、そしてプーさん。不安だな。大丈夫よ、心配しないで行こう行こう。はい、これで、あっこで次はまたね出口の方を選んで。あ、てか出口なん、もうすぐ出口。マジで超魔王は出口の前におるんかな。さあやっつけてやれ。グッグッ。あ、しらきフォーク、いいぞいいぞ。ふっ、私も手伝うよ。私もセンプ、扇風機がめちゃくちゃ武器になる。これからの時期、てか今ぐらいの時期に結構重宝するんかな。なんか完璧にこう外が熱くなってしまったら扇風機じゃねえ。あっ、くるみ扇風機ってやっぱやってられんやんね。本当に熱っていう状況の時にはクーラーかけるけど、まあ、春秋あたりまだちょっと暑いかなぐらいの時は扇風機です。扇風機が大活躍するね。頑張れ、あとその1匹だけだ。ピッコーちゃんもすごくピンチなんだけど、頑張れ。何、もしかしてみんな、いや、バナナ持ってるよね、なんで使わないのなぜ使わないの。えいね、みんなすごい耐えるよね。だって別にフィッコーちゃんは技も使えるのに。お、二人同時にレベルアップ。さあ、そして次ぐらいかな、もう別れ道に差し掛かるのは。お、来た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 。調子がいまいち、頑張ろう、もうちょっとよ。はい、これで、まあ、当然出口を選びますと。一瞬間違えたらどうしようと思ったくっそー、入って速攻でモンスターが。このフクロウ結構苦手なんよねそう、みんなちょっと回復ちゃんとしよう。回復を頑張って、だってマジックポイントもあるやろ普通に。なんで回復しないのびっくりなんだけど。え、てか一気にみんなの体力が。危ない。私ミラさんとかも1って完璧にね、本当やったら倒されとるけど耐えましたっていう。花が咲くよ。オッケーオッケー。お、スキルレベルアップ。キッ。おっと、2人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。絶対痛いけどね顔が怖いよ、プーさん。いけ。よし、1匹ずつしか倒せてないまで。あー、やめてー。よし、オッケーオッケー。あはいい天気だな。今日のご飯は何かな。アホになったやん、やめてよ。避けて。ふう、なんか今回好きレベルがめっちゃ上がっていくね、いろんなところの。すごく好き。二人は手助け2を覚えた。手助けする確率と効果がアップ。一緒にやろうよ。今日のご飯は気にするな。
あ、もうお腹すきすぎて飴舐め出したわ。私も今めちゃくちゃお腹空いてるけどね。花が咲くよ。ピッコちゃんはもうまともなん？あ、違う、ピッコちゃんなってなかったんか。クルミンとギラさんがなっとったんか。今日のご飯は何かな。怖いよ。そんな真顔でじゃれられてもなんかな。なんか違うな。避けて。ふう、あぶねえ。ピッコーちゃんめっちゃボケっとするね。せーの、いけ。オッケーオッケー。めっちゃ協力してくれる。よし。あー、やめてー。 えへへへ、完璧にただのアホやないか。怖いよー。いけ、人間大砲。お、あと1匹。着弾確認。ひどいよー。一応ひどいのか思うんや。はい、堪忍袋爆発。あ、毛づくろいしだしてる。なんかおお、毛づくろいで我に返るの、すごっ。今日のご飯を気にしない。いい天気だな。まあ、確かにね、確かにいい天気なんだけどもね。攻撃しよう。でもやった、怒りのパワーが。急がば急げ。もうちょっとで、もうちょっとで合流できるけんね。頑張ってこ。バブル立つ。弱いのにめつれてくるけんね。弱いけんめつれてくるんかな。あっという間に倒されてしまうのに、つら。押し置き砲。いいね。どうだ。あと1匹。頑張ってくれ。いけ。オッケー。でも多分最初の一発でもうやられとったと思う、向こう。追い打ちみたいなんかけたけど、結構頑張ったね。ね。お、そしてクルミンもレベル20に到達した。しかしお金が弱い。めちゃくちゃ少ない。飲めた MP や目が70個になったので、神の力の目覚め。 MP や目の効果アップ。 MP や目の回復量が60から80になった。一気に上がった。ほほほ。 MP や目をたくさん舐めて新たな力が目覚めたようじゃな。 MP や目を不思議なことに舐めれば舐めるほど効果がアップするのだ。次は80個舐めたらさらにパワーアップするぞ。どんどん舐めなさい。ほほほ。ありがとう、おじいちゃん。お、好きレベルアップ。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？寝てる。でもすぐに気づいて目覚ますんよね。はい、それじゃあ料理でお任せ。前回の特上キノコのソテーやっけ？あれ誰が食べたんやろ。気づいたらなくなってるんですけど。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ヒーローの猫が欲しいです。お願いします。ペア旅行券 B クラス、あとちょっとやったのに。で、こういう状況めっちゃ多くない？あと1個ずれとけばとか、あと2個ぐらいやんかみたいな。はい、プーさんとクルミン、今回でめちゃくちゃ距離を縮めるね。にぎやか、楽しそう。2人は旅行を楽しんだ。
ちょっと疲れたね。でもよかった。安心安全なのか。それなら私も旅行に行きたい。はい、それじゃあヒイラギの葉っぱを。なんで FP やめなの。やめてよ。お釣りめっちゃ帰ってきたやん。はい、それじゃあヒーローの翼こっちで。よし、いいぞいいぞ。何色にしよっかな。はい、じゃあ紫でいきましょう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、まあ次回、次は仲間と合流できるけん、またみんなで頑張ってこう。